Please select your character. はい、それでは行きましょう。準決勝第1試合、スーパービートラジン3チーム、キンシャーファースト、コンサメポチムキン、AG フランジ、フィカルアクセル、AKK ジャム、先方は AKK ジャム。対しまして、こちら関西チーム、オシエミリア、ドグラロボ、ヨッサンイのカリスマファースト、コッタソレ。先方はソル対ジャムという形になっております。ここはエースで落として画面中央、おっと目の前で呼吸してしまう。ガンベアをハイハイでダメージを奪って、回り込みを投げで対処。ソウルがまさに一本選手、激励落としジャンケンシャンディ、もう一度激励、さあエースタイク、ジャンディ2段目当たらず、しかしソルが攻める。マイビータイク降りて追加まで出し切る、そしてジャンハイグランドワイパーで潜る。さあ千里もガード捕まえて、ガンフレジャンピージャンピージャンケー、マイピーダブルスペシジャンディ空中リボルバー断ち切る、ジャンピージャンケー、黒いが落ちている、これは燃えない。青キャンからあるボールをしていったダメ打ち、ジャンプピーでまずは凍ったポン選手、B 兄弟の方は誰だ、たくさんタックスレイヤー、対するは金様エリー、頑張ってください。さあこちらも出てきました、地方はカオサイポション品。さあ本日の第一試合と同じような流れで 2S2 敗ヒートまで。さあ強気に前へ出るソウル側、さあ弱小を投げて奥攻め、スライドヘッドに急げたマイケン、ジャンケー、ジャンディーだがサイクリまではいかず、ここはスライドヘッド着地に刺さって、それはダメージ伸ばしていく、ジャンウェスサイクリ空中投げでしっかり押さえて、ポチョムキン一本選手、そして B 番台勝ったのはタクシーリーダー。さあそうですね、時間の関係でもうやってしまいましょう。今勝ちました天さんのチーム、天さんのチームと伊沢さんのチーム B 兄弟で試合の方お願いします。 B 兄弟1回録画止めてください、アダム。じゃあ天さんのチーム代表者と伊沢さんのチーム代表者、じゃんけんして B 番台始めてください。準決勝第2試合です。ジャンエスサイクリー、
あ、じゃあ上でじゃんけんしますね。そっち行って、そっち。あ、もうそのまま、場所そのままでいいですね。はい、じゃあビーム案内、そこで行きましょう。そういうわけで2台進行です。ポジションに対して出てくるのはヨッサイノ。さあ次の相手が気になるが、まずはポジションを倒さないと次には進めない。頑張ってもらいましょう。さあケミカル決めて音符から下段ジャンピーで押さえて空中投げ、空中出して刻んで足蹴り出しを削る。しかしジャンプ層空中投げ捉えて着地下段、ケミカル青でダメージを伸ばして、もう一度ホーバーからの中段空中ダッシュ、ゲージを使わず落としていく。さあここは捉えていくのはヘブンリーまで決めて、キンエスジャンピージャンピージャンケも混ぜてガハロしていたが次にハンドホール。さあゴンサルバトムキン乗ってきたか、ケミカルジャンプジャンプと開始して画面端スライドフットを重なっていないか、おっと足が短かったか、補正切りを持ちましてゴンサルバトムキン勝利。さあこちらも中堅出てきますのはカリスマファースト。B マン内の方はもう呼び出ししたよね。ジャンハイを重ね立ち合いを当たらすジャンニー強引前目。さあ誰かの動きをリスペクトしているのでしょうか。ジャンエスからジャンプ系クータイク
ここを届かず、しかしさあ、口持ちます。ここはミスってしまうが、上海ドルカン、ダイレクトドット。さあ、ビア縛りで仕留めたのは、アリスマファースト。さあ、ガレージ。さあ、ファースト側が行きましょうか、っていいか。ジャンケ、ジャンディを落として、ハンマーと一緒に攻める。ゲージの回収。走って、足まで行かない、いきなりです。上海を刺して、ここで乗っていた、もう、か、なんだっけ、コンサルゴジョンに乗っている。さあ、ガリシマファイスト、ナイスラー、フィカルアクセル。おっと、連戦をドリル回避して刺していく。めった切りからジャンピー、ニエス、ジャンケ、ジャンディ2敗引き押し、ドリルが強い。まあ、そうですね。さあ、上海まで決めて、ファーストが一本選手。まあ、けどこの組み合わせはやっぱあの画像先生がこれも言ったんですけど、ファースト側がかなり有利と言っていたので、それさんのキャラ体操が基本的に画像さんと中央心で構成されてるので、ファーストは足払いから上海まで走ってバックステップ潰す。このワンニーと足払いがかなり辛いと画像先生は言ってました。足払いが強いです。アリスマファースト勝利。さあ、出てきました、エイジンハンジ。風神が通って、画面端。タッチピン4まで決めて、画面中央。マイビータイク。風神から、ジャンディゴインまで、タライマ取っている。さあ、天使が出てきて、下で待ち構える。空中投げ。そのまま生で決め、風神 FB リン、金 S からオンまで決める。さあ、前から走ってマウントのファースト。しかし風神折れない心で、エースアンジ一本選手。中央は2度分パースで、中央神のありがたいお言葉をいただきました。中央、足をアップロス、エンゲスをジャンプで回避。ジャンディから画面端、風神を捕まえて、2K からチビファーストもヒット、ジャンディで落として大きい攻め。さあ、風神を警戒しながらの大きい攻めになってしまう。マイビーキーエス、ダチハイ、体力が残ってる。さあ、若干ほど甘いが、バックステップにエンエスを差し込み、エージェンハンジ勝利。
さあ副賞出てくるのは、おしえメディア、さあ行きましょう。あ、ごめんなさい。あ、すいません、ありがとうございます。さあ開幕捕まえたのはエイジの話、ハリオヒットキングスミロイ、ジャンハイ、ジャンエス、ジャンハイ、ジャンケー、ジャンエスにバーストをする。さあここはタンデムの暴れつぶし、ジャンケー、ジャンディー、ジャンハイ、ハリを投げて大きすめ、下段が通ってキングスミロイ。さあまだ続く、プリティメイズからガードしきるか、ここはアジなんとか回避、バーチャーヒットしているが、あっとジャンペースを伸ばしてしまい、惜しい意味は一本選手、さあマイケ耐えているが、さあハリを投げて投げに対して潰していく、サンディ、ケイディ、リーバットムーンからアウト目、さあここは何とか返しているが、足払いで画面端へ中段は立っているが、コットンで返していく、さあ封じ持てず空対空のジャンプ手で一気に持っていった、惜しいエリア、B1 台の方ですね、かなりいい試合でした。ネガティブペナルティについてどうなるかと思いましたが、さあ副賞対象戦、こちら押しゲームには対するキーショファースト、さあ引きずり下ろして投げを決めるキーショファースト、おっと距離は遠い、さあ残っているキンバースト、プリティミューズを発生せず、さあガードを固めるキーショファースト、25番消費で5番拾っていく、バットムーンからもう一度マイピーから送電、さあガード固め、さあガードが固い、今日は中央、さあ物を投げるところにヒットしまい、走ってきて中段ヒット、回り込みからの送電運転は、かわいそすぎるだろこのキャラ、さあキーショファースト得意のドリームコンボ、おっとドリキャンでフォローしたがプリティーベースに突っ込むらしい、画面足中央バッティ2S でヒット、ここは前に出るバーストを読んでジャンハイ、ジャンハイ、さあ最終ラウンド、ジャンエスが引っかかりシークレットガーデン、ここは耐えるのはきつい、マイケヒット出し投げ、エースから拾ってやめ足 25% 溜まっているのに中段中段体力のパン、マイエティが誘っての前杯勝手な押しエミリア勝利まあ、キングバー
ますわ、頑張りますわまさかの天使がね。さあまずは A トーナメント勝ち上がりチームは関西勢チーム、あとは B 番台が終わりましたら決勝戦開始となりますので、 B 番台が終わるまでもう少々お待ちください。今 B 番台の方は先方中堅戦か、七夕スレイヤー先方の和馬場君、